顔のハーツという曲を聴いてください。慎太郎先生の生徒さんですか？怖い怖いあの私のこと初めて見た人とかちゃんと説明してるんですけども、私あの歌もギターもすごく下手くそなので。上手上手上手よ。ありがとうございます先生。俺先生じゃないもん。本当にやばいんです、はい、やばいやばいと言いながら、シンガーソングレスラーという歌うことで何かをされていけるように新しい、はい、頑張ってます、はい、応援よろしくお願いします。イエーイ。小さな芸人ありがとうございます、はい、オロナミシン中森花子ドアップや、はい、そしてレオン、はい、はい、皆さん今年も1年、本当にお世話になりました、ミュージックジャム、そしてから試合の方もたくさん来ていただき本当にありがとうございます。はい、来年も月の最後の月曜日、
プロレスラーが集うミュージックジャム開催していくので皆さんまたぜひ来てください。そしてピアジェ開幕戦は1月8日になっています。ピアジェのホームページなどチェックしてみてください。大丈夫ですか？はい、申し訳ない。音楽神さん大丈夫でしょうか？はい、はい、雨のち晴れという曲なんですけども、私が自分で書いた曲なんですけども、じゃ書いた詩なんですけども、耳の聞こえない人にも伝わったらいいなと思って、選手に手話を覚えてもらいました。その手話、雨のち晴れって言うんですけど、もし、この部分だけでも一緒に参加してみてください。はい、では、今日もミュージックジャム今年も1年ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。